小園名は南朝張りの第六代皇帝。皇帝としての死後は貧み角であるが、北西より送られたものであることから、即位前の社位より、帝王皇と呼ぶことも多い。初代皇帝、武帝の兄の長査王、少位の逸尾で、先代皇帝、元帝のいとこにあたる。帝王皇に封じられていたが、皇帝が闘技から南朝張りに降伏してきた際、 法慶と共に、闘技を攻撃するために派遣された。軍は敗北し、小延命は、闘技の捕虜となったが、殺害されることはなく、ニを与えられて抑留され続けた。その後、法慶の乱により、南朝張は乱れ、法慶は戦死し、法慶を倒した元御門もまた正義の援助を受けた将に殺された。ここにおいて、元御門の敗下の王相弁と鎮破先は、小方、 サトシを擁立するが、討議に代わって起こった北西は、正義から変わった北州に対抗するために、抑留していた、小遠名を、自らの軍と共に皇帝として、南朝張りに送り込んだ。兵力に押された大ソ弁は彼を皇帝として、迎え入れるが、それを認めようとしない陳派先と対立し、結局大ソ弁は陳派先に攻め殺されてしまう。北西軍もすでに帰還しており、 後ろ盾を失ったビン、ミカドは、権力を握った陳派先により間もなく、行為を廃されて、懸案校とされ、再び、昇方悟氏が皇帝につけられた。その後、陳派先は、昇延名を北西に送り返そうとしたが、その直前に病没した。ありがとうございます。